こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アラビアノバ前に行きそうです。ロックソング、それに続いています。さらにはカワチトリビュート、3番オールテキサス、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはロックソング、内からはラビニアフォンタナ、カワチトリビュート後位をキープ、その外にゲイリアンデス、ローズゲーリック、そのうちに続いています。内からはレギュラーチャイルド、その外からビューティダッシュ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロックソング先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 ロックソング先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はラビニア・フォンタナ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ロックソング1着、2着はラビニア・フォンタナ、勝ったのはロックソング、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った。ホーカイウィング先頭、2番手はオリヒメマン、あと 200m、 オリヒメマン伸びてきた。残り 100m、 オリヒメマン厳しいか。カリビアンクレア追いすがります。オリヒメマン1着、2着にはどうやらカリビアンクレア、見事に勝ちました。オリヒメマン、オグリローマ完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はスイートダーリー、あと 200m、 先頭はスイートダーリー、カワチケリー必死に追いすがります。スイートダーリー先頭、カワチケリー大外から一気にセントラルカール、カワチケリー1着、2着にはどうやらスイートダーリー、見事に勝ちました。カワチケリーボーンドーン敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はオフサイドトラップ先頭、2番手はファイナルアルビデオ、あと 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。オフサイドトラップ差を広げる。2番手はキシバレー、オフサイドトラップ今ゴールイン、段違いの強さです。オフサイドトラップ1着、2着はキシバレー、オフサイドトラップ見事1番人気に応えました。
Thank you.